コペンハーゲン焼き討ち事件とは、1807年9月2日から9月5日の間ナポレオン戦争中のコペンハーゲンの戦いで、イギリスがデンマークのコペンハーゲンの市街地を砲撃し、民間人を虐殺した事件である。18世紀末期、フランスでは度重なる税率の引上げ等により、民衆の不満が爆発し、フランス革命が起こった。その結果、王権が停止され、 国王とその日は身の危険を感じていた。自らも同じ道をたどるのではないかと恐れたヨーロッパ各国の君主らはフランス革命を失敗させようと革命に干渉するようになる。そのような風潮の中、1791年8月27日新生ローマ皇帝レオポルト2世とプロイセン王フリードリ・ヒビルヘルム2世がフランスに対し共同でピルニッツ宣言を発するが、 逆に、左翼恩憲派である、ジロンド派の反発を買ってしまい、オーストリアはジロンド派に、戦線復刻されてしまう。マルセイユギユー軍の活躍により、フランス軍が、バルミーの戦いで勝利を収め、オーストリア軍を押し返すと、国民公会は、国王類16世と非であるマリー・アントワネットを、ギロチンで処刑した。その後、周辺国は、第一次退伏外同盟を結成しその余波が、 ナポレオン戦争の原因となった。デンマークは当初この戦争に消極的であったが、イギリスとの通商面での対立もあり、ロシア帝国、スウェーデン、プロイセンの第二次武装中立同盟に加盟した。これを契機としてイギリスは1801年にデンマークを攻撃した。これによりデンマークは繁栄的立場に転じフランス側の陣営に加入することとなる。 クリストファー・ビルヘルム・エッカースベルグによって描かれたコペンハーゲン焼き打ち事件の様子イギリス軍がコペンハーゲン市街地を焼き打ちしている様子1807年イギリス海軍はデンマーク艦隊を破壊するためにコペンハーゲンを攻略したこの時イギリス海軍がデンマーク艦隊を無力化し没収あるいは破壊した行為をコペンハーゲン化という イギリス軍による攻略の前、5000人にも上るデンマーク軍の正規兵と5000人近くに上る民兵がコッペンハーゲンに駐在していた。コッペンハーゲンが完全に包囲される数日前には、コッペンハーゲンのほとんどの住民は避難を完了していた。デンマーク軍がイギリス軍の要求を拒否したため、イギリス軍のジェームズ・ガンビア大将は1807年9月2日から5日にかけて、 コッペンハーゲン市街地を砲撃した。この砲撃により、軍人を含め195人の民間人死傷者と768人の負傷者が発生した。300発のコングリーブロケットにより、コッペンハーゲン市街地は火の海と化した。前日の通り、当時住民は避難しており消火活動は思うさまに進まなかった。その結果千棟をも超える建物が焼け落ちた。九月五日、 デンマーク軍は和平を求め、9月7日に降伏文書に署名した。デンマーク軍はイギリス軍に対し海軍とその軍事品をイギリス軍に引き渡すことに合意した。その後イギリス軍はコッペンハーゲンから6週間以内に撤退することをデンマーク軍に約束した。なお、日本の歴史評論家である倉山みずるは、次書国際法で読み解く。 世界史の真実でこの事件はイギリスが国際法を破った事例の一つであると論じている。当然、これは一方的な侵略です。しかし、イギリス人はこれに対して緊急避難だと答えました。必要は法に優先するという古代ギリシャのグはカルネアデスの板の話を持ち出して、それと同じだと言い切ったのです。また倉山はイギリスが再度同じことを 第二次世界大戦でやっていると指摘している。これはメルセルケビール海戦においてドイツ軍に敗退したフランス海軍の艦隊がドイツ軍に渡るのを阻止しようとしてイギリス海軍がフランス海軍の艦隊を撃沈させそれらを無力化させた経緯を指している。要するにイギリスが友軍の艦隊に攻撃を仕掛けたということである。 倉山はこれらのイギリスの行為を分析して、イギリスは国際法を破った上で認めさせる国であるとして批判している。ありがとうございます。